皆さんこんにちは、PO チャンネルです。今日はちょっとあまりにもショッキングな、ことが起こりまして、動画にしようと思いました。まあ異なテーマ作に書いてる通り、救出権威を失敗して、まあ、加害者類になったということで、その状況をちょっと説明していきたいと思います。まず仕事をしてましたらですね、家内の方から、ホワイトアウトで雪にはまって動けないからちょっと助けに来てということで電話がありました。で、まあ、JAF 呼んだらみたいな話をしてたんですけども、まあ、ちょっとどうしても JAF 呼んでも時間がかかるということで、まあ、すぐ5分以内で行ける距離だったので、救出に向かいました。で、実際行ってみると、まあ、こんな感じで雪にまあ埋もってて、人力で動かそうと、まあ、4、5人で、動かそうとしたけど、まあ、動かなかったということで、まあ、牽引が必要だろうということで、牽引をすることにしました。で、まあ、ここでラングラーの出番だなということで、まあ、このように牽引ロープを、それぞれの車の後ろに引っ掛けて引っ張るという、まあ、牽引をしたわけですね。さあ、ここでやっとラングラーの 4HO からですね、パートタイムにして 4L ですね、4L にして一速ギアで発進ということで、フルパワーで行こうかなと、まあ、思ったわけです。やっとこれでラングラーの、パワーの進化を発揮できるということで、まあ、引っ張りました。そうしましたら、まあ、結果こうなっちゃったということですね。まあ、ハスラーなんですけども、ハスラーのリアガラスが、まあ、全部割れちゃったみたいな感じになっちゃったんですよね。まあ、なんと言いますか、救出に行った挙句、壊すっていうね、最悪の、事態になってしまったということで、ちょっと皆さんも、ね、気をつけていただきたいなということですね。で、なんでこんなことが起きたかっていう話なんですけど、まあ、要はゴムパッチみたいなことが起きたんですね。まあ、よくあるこのこれもダチョウ倶楽部ですけど、まあ、こうやって引っ張ってて、ラングラー側のフックの牽引が、まあ、壊れて外れてバチンみたいな感じでこうね、窓ガラスにフックの頭がぶつかったということで割れたわけなんですけども、実はまあ、牽引ロープはもともと積んであって、まあ、ラングラー乗る前のジムニー乗ってたので、ジムニーでまあ何回か救出は、したことがあって、全然問題ないロープ積んでたんですけども、まあ、国産でよく売ってる、まあ、こういう牽引ロープですね。で、のこのフックの部分って、実はこのラングラーの後ろのこのフックってこう U の字型になってるんですけども、J の字型っていうんですかね、まあ、ここの K に合わなくてはまらないんですよ。これ前の方ははまります。前方の方ははまるんですけども、後ろで引っ掛けちゃったんですよね。で、これはまらないからどうしたかっていうと、無理無理このリングの部分をこの、まあ、普通にフックかけるとこう通らないんですけど、輪っかの部分を通すとこう一応入っていくんですよね。で、無理無理入っていって、まあ、一応これで引っ張れるかみたいな感じでやったんですけども、まあ、いざ引っ張ってみたらこのフックの部分がまあ破損して、まあ、こいつ自体の牽引ロープ自体もまあ5トンぐらいまで引っ張れるんですけども、まあ、これは後の祭りなんですけども、まあ、これっていわゆる救出用の牽引ロープじゃないんですよね。なんか後ろに車、なんだろうな、走らない車を本当に舗装路面を引っ張っていくような時に使っていくロープなので、こういうなんかスタックした車を牽引する場合はですね、やっぱり10トン以上の、まあ、破断に対応するようなもう牽引装置が必要になるんですけども、まあ、そもそもここが壊れちゃったわけですね。で、その結果バチンと飛んでったということで、まあ、ここの紙もちょっと悪かったので、なんですかね、こっちが壊れたり、こっちの方が壊れちゃって外れちゃった感じですね。なので、まあ、こいつが頑丈なんですけど、これにはまるまずこのフックが市販で売られてないということと、まあ、こっちにかけられよかったんですけど、まあ、当時はですね、まあ、何ですかね、パニック状態じゃないですけども、まあ、急いでるっていうから、とにかく、なんとかしなきゃということで、ここにはめちゃったんですよね。今思うとですよ、今思うと、まあ、ここにぐるぐる巻きに、まあ、縛ればよかったんですね、1周して、まあ、2周ぐらいかな、2周ぐらいにして、ぐっと縛ってあげれば、まあ、よかったんですけども、こっちのフックの金具のところを引っ掛けちゃったので、まあ、壊れちゃったということですね。で、一応、この、
ラングラーの後ろの牽引フックの使い方に関してなんか記事書いてる人いないかなとか、いろいろネットで調べたりとか、YouTube の動画とか調べてみても意外にないんですよね。なので、いざ、もし救出するぞっていう時で牽引ロープ積んでて私みたいな状況になった時には、ここは書けないでくださいね。やるなら縛ってください。でもコイル自体は5トンぐらいしか売られてるのは4、5トンぐらいの、なんですかね、耐久性しかないので、おそらく切れちゃうんじゃないかなっていうところもあるので、ちゃんとしたものを買いましょうってことですね。で、私は、これ、実は、前方牽引フック見づらいんですけど、ここに一応フックがついてるんですけど、ここには通ります、こいつは。だから、やるなら前に引っ掛けて引っ張るっていう方法もあると思います。なんですけど、せっかくだから、前向きにこう発射したかったんですよね。4L にして発射したかったので、こうなっちゃったんですけど、これも、なんですかね、落ち着いていればよかったんですけど、落ち着いてなかったんでしょうね。それで、ちょっと学習しました。ちなみにこれ、まだ今修理中なんですけども、修理費用がですね、これが、いわゆる、ディーラー経由で修理依頼しちゃうと、ちょっと高くなるということで、いつもお世話になっている自動車修理工場に直接持って行きました。で、いわゆる標準でついている、純正のリアガラスに交換すると7万5千円って言われました。で、廉価版の、中華製のちょっと質が落ちる。質が落ちるってここに後ろに熱線が入っているんですけど、熱線とかがちょっとパワーが弱くなっちゃいますよっていう中華製だと、5万7000円ということで、熱線ぐらいなら、いいかということで、中華製に、してもらうことにしました。ちなみにフロントガラスよりもリアガラスの方が高いみたいですね。熱線とかいろいろ入ってる関係で後ろの方が高いみたいですね。こんな感じで、牽引するときちょっと皆さん気をつけてくださいねってことですね。で、私これで学習したので、ちょっと、CL リンクさんの、この牽引のフックの部分締める、これが13.6トンに 対応してるのと、それから牽引ロープの方も、市販のやつだと4、5トンぐらいしかできないんですけど、これだと14トンまで引っ張れるので、救出用の牽引だと、この組み合わせでいいかなということで、これを今頼んでるというところです。ということで、皆さん、あんまりないかもしれませんけど、雪国に住んでる人は結構スタックしてる人が多いので、救出するという、ケースがもしかしたらあるかもしれませんが、救出を試みる際は、頑丈なロープが必要ですよっていうのと、ここの牽引フックはまんないですよって、後ろに、前ははまるので前で引っ張ってくださいねっていうのと、切れない頑丈なやつした方がいいですよと。で、この辺ちょっと、怠ると、こんなことにゴムパッチで、窓ガラス、リアガラス割れちゃいますんで、痛い出費になりましたので、ちょっとショックを受けているところなので、ちょっと動画にさせていただきました。皆さんもちょっと気をつけていただければと思います。とりあえず今日はこんな感じでございます。ラングラーの方はちょっと無事だったんですけど、ハスラーの方は、こんな感じですね。これちなみにこれ身内の車だったから、良いっていうわけじゃないですけど、しゃあねえなって、自分でやっちゃったから、自分で直すしかないなって思いますけど、例えば道端で全然知らない人の車を救出に行った時にこんな風になっちゃったらどうなっちゃうんですかね。ちょっとわかんないですけど、何か皆さんの中でこういうご経験があれば、ちょっとコメントとか、自分はこういう風に後ろやってますよとか、ちょっとコメントいただけると参考にしたいと思いますので、皆さんぜひともコメントの方よろしくお願いいたします。では今日はこんなところで終わりにします。